おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ325です。はい、今回ご紹介するのはですね、前回ご紹介したこのロボット魂の、マスターガンダム。はい、ちなみにこのポーズはですね、場所と環境さえ合えばこちらの魂ステージですね、こちら使用しなくてもそのまま立たせることができます。ただ今回ちょっと、安定させるために使用しております。はい、で今回ご紹介するのはこちらの、オプションパーツセットですね。はい。それが一応こちらとなっております。はい。じゃーん。こちら輸送箱ですね。ロボット魂、魂ウェブ商店。で、こちらにマスターガンダムオプションパーツセット。はい。裏に書いてあります。ロボット魂、マスターガンダム、オプションパーツセットと書いております。で、こちらですね、実際私は買い逃しておりまして、別なところで、ちょっと買いました。なので、探してみると多分ネット上では多分見つかると思います。はい。一応今回ご紹介するのがこちらのパーツセットです。では早速開けていきたいと思います。よいしょ。はい。一応パーツセットの箱としてはこんな感じですね。白黒です。ロボット魂で、こちらのこの特徴的なこのマント姿ですね。こちら、これではできなかったものがこちらに入っております。側面、裏、反対、トップ、そしてリアですね。はい。では早速、開けていきたいと思います。こちらですね、レッツオープン。はい。開け終わりました。この画面右上ですね。こちらの赤いやつ。これがマントパーツです。これですね、こちらのパーツが、まあ、ある意味展開した状態ですね、がこの形となります。で、さらにこっち側ですね、こちらの方には手首に取り付けたりとか、付属してないよねの、ベースパーツ、魂ステージとか、そちらの方に、取り付けてあげることで、パンチですね、連打してるような感じ、それを、再現するためのパンチエフェクトパーツ。そしてさらに、手首に、武器持ち用の手首に取り付けることで使用するこのマスタークロス。ちなみにこちらですね。これが魂ウェブの、じゃなくて、ロボット魂の方に付属しているマスタークロスです。それとは違って動きのある、もうちょっとぐにゃっと曲がってるのかなっていうパーツがあったり、あと、ディスタントクラッシャーって言って、ある意味ロケットパンチじゃないですけど、手首を射出した状態を再現するためのここのパーツと、これですねを使用することでできるディスタントクラッシャーのパーツとか、腕組みがさらに自然に組めるような専用の手首というか腕ですね、が入っております。はい。では早速こちら並べていきたいと思います。はい。一通り出し終わりました。こちらがマントパーツですね。この真ん中の部分、これはなんかもう背中のパーツを、アームでつながっているので、まあある意味これ以上バラせない感じですね。とサイドパーツ、そして腕組み専用パーツで、この2つですね、下の方にあるこの2つのパーツは、ウィングですね、こちらのこのウィング接続部分に取り付けることで、さらに角度が調整できるパーツとなっております。拡張ジョイントってやつですね。はい。それと真ん中にあるぐにゃっと曲がってるこいつですね。これが、マスタークロス。さらに、動きがついてるやつですね。そして、これと、これですね。この2つを組み合わせることによって、ディスタントクラッシャーパーツっていうことで、さらに、手首発射といいますか、した時用のパーツとなっております。で、画面左側ですね。のこちらです。こちらが打撃エフェクトパーツといいまして、単発のパンチ。これが3発ですね。で、3連打と2連打のパーツ。と、さらにこの辺のパーツを組み合わせてあげることで、打撃を行っているような形にできるという、再現用のパーツですね。一応ちょっとこちらの方にちょっとつけていきたいと思います。まず、打撃のパーツをつけていくかな。まずこちらの手首から
腕から手首取ります。そして、こちらですね、このちょっと色ついたやつです。この色ついているやつをこちらの方に、はめてあげます。こんな感じね。はい、ドラえもんの手みたい。ここに、単発のこれをこんな感じではめ込んであげると、マスターガンダムが、まあ、パンチしているような感じになると。で、この手首のパーツ、今のこのジョイントを、取り外して、さっきのこの状態ですね。この状態にしまして、今度、2つのやつですね。これをつけてあげる。こうつけてあげると、今度、シュシュッとこうパンチを2発しているような感じに見えると。で、さらに同じ仕組みで、このパーツを取り外して、今度これですね。こちらをつけてあげると、今度パンチをシュ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 ッとね、3発打っている状態に見えると。こういうエフェクトパーツがついております。で、これと同じような原理で、これを、ここの基部だけ残して、取り付けると。で、先ほど下の方にありました、この2つ。一応、こっちだけですか？同じことなんですけど、この三つ股になってるやつ、または二股になってるやつを、これの上から付けます。こうですね。そして、ここの先端の部分に、この、これ2発分です。ちなみに3発分。そして、重いんですけど、これ1発分。これをこのようにつけてあげたりすると、こう何発も高速のパンチですね。を行っているように見えるという感じのパーツとなっております。はい。一応これ本体につける方法と、後ろにあるこの、これですね。これの先端の部分ですね。ここに、この丸いやつ。透明なやつですね。この色付きのやつは、こっちのマスターガンダム本体につけるやつで、透明なやつを、ここにこのようにセッティングします。はい。で、このセッティングしたやつですね。これのセッティングしたここの丸い部分に、先ほど取り付けたようなイメージで、はい、こんな感じで取り付けてあげました。こうすることによって、ちょっとマスターの手首をですね、ちょっとグーにしようかな、普通に。こう、グーパンチの状態ですね。この状態にしますと。で、あと、魂ステージとかを用いて、こちらを宙に浮かせることができます。この穴ですね。この穴。この穴で浮かしてあげると、こういうふうに、パンチのエフェクトがこう、出てるような感じ。こういうような組み方ができます。はい。それを応用していろんなことをやってあげることができるという感じですね。はい。で、一応この打撃エフェクトは、まあ、こんな感じでご紹介完了とさせていただきたいと思います。はい。で、次、ディスタントクラッシャーですね。まずこれ、腕を、ここの部分ですね。このように取ります。そして取りましたら、ここの内側にくぼみって言いますか、こっちは、この赤い部分が実は突起部分が出てまして、ここに合うように、この発射エフェクトみたいなのをこうはめ込みます。そして、このピンク色の棒のようなやつを、はい、このように取り付けました。そして、まあ、イメージとしては、こう、手刀のようなこれですね。こういう状態にして、ここにはめてあげると。こうすることによって、ディスタントクラッシャーですね。こういうような感じで発射してるようなイメージにしてあげることができます。はい。で、あと、背中の、この拡張パーツですね。これは、
ここの部分ですね、ここのボールジョイントの部分にこう挟み込んであげることによって、さらに外側に広がったり、ここでの可動がこうですね、こうやってつけてあげたりとかもできるので、背中のウィングバインダーですね、こちらの部分がより広く動くようなイメージとなります。はい、ではですね、今このディスタントパーツ外しまして、今手首をすべて元の状態に戻します。はい、一応外してスタンダード状態にしたのがこの形ですね。で、ついでにこの状態のついでで、マスタークロスの方もちょっとお見せしちゃおうかな。まずブギ持ち用の手首の方にこのマスタークロスをまあ取り付けますよと、こうかな。そしてさらに後ろの部分をはめてあげるとこんな感じですね。このように動きがあるような形で持たせてあげることができると。通常のこのまっすぐシュッと前に出てるこれと違って、さらにこう上の方に上がっているので、またちょっとイメージが異なるものがついておりますね。で、あと腕組み用のパーツ、はい、こちらもあります。こちらですね、腕を取り替えてあげることによって、より自然な形で腕組みポーズを取らせることができると。で、まず両方手首というか腕自体を外してしまって、まず片側ですね、こっち側かな、はい、まず片側こちらの方を取り付けます、このように。そして腕を調整していき、こんな感じですね。ちなみにこの腕の方のくぼみとこの胸の方の突起がピタッとこう合います。そして合いましたら、ここで、ジョイントを、はい、取り付けてあげたのがこんな形です。はい、前回のマスターガンダムご紹介の時の腕組みですね、一応こういうようなこう指先がちょっと曲がってて腕組みに使えるよっていう手首パーツはついていたんですけど、そちらでちょっと やらなかったんですけど、まあこのオプションセットをご紹介する予定があったんでやらなかったのかな。はい、一応こういうように専用の手首がでは腕パーツついているので、非常に自然にこう腕を組むことができます。こんな感じです。うん、かっこいいですね。なんかマスターガンダムといったらこのイメージか、このマントを装備しているイメージですね。はい、ではですね、この腕パーツまた外しまして、スタンダード状態に戻したいと思います。はい、一応これがスタンダード状態となりました。はい、で次マントを取り付けていくんですけど、このマントですね、まず背中のこのパーツ自体をごっそり取ってしまいます。はい、そしたらこちら、このマントパーツをですね、こう左右にこう展開ちょっとしてあげます。で、展開してあげると分かる通りですね、ここの部分に、前後をつなぐアームがあります。このアームを、回避するように、このような感じですね、イメージとしてはこんなイメージで、マスターの腕をくぐすようにして取り付けてあげます。そしてくぐし終わったら背中ですね、背中のところのジョイントパーツで、こうパチッとこう止めてあげます。はい、で、あと前後と言います、前面の爪をこう両方しっかり引っ掛けてあげると。で、パッケージですね、パッケージの方を見ていただいたら分かるんですけど、ここの、黒い部分取り外すことができまして、まあ、ここから、まあ、マントの隙間からこういう感じで手を出してあげることができると。はい、これも結構劇中でやってた記憶があります。一応ちょっと今は、両方全部閉じた状態にしちゃいます。で、一応この状態にしましたら、左右ですね、サイドのパーツ、ここに爪が何箇所かありますね。で、こちらの溝ですね、これが合うようにこのように、まあ、取り付けてあげる。で、さらに肩ですね、ここの肩の黒い突起パーツを取り外して、ここでこうつけてあげる形、こういう感じで取り付けてあげる格好になります。はい、このような感じでマントをまとわせることができました。一応ですね、結構はめるのにちょっと苦労しました。やっぱりこっち側はめるとここのセンターが開いたり、
前面はめたら後ろのこっちが外れたりと、まあちょっと一長一短うまくいったりいかなかったりがありましたけど、まあマント形態になるとまあ非常にまとまっててかっこいいですね。はい。でせっかく今組んだんですけど、こちらこのようにバラしてあげて、さらにここですね、こう展開することができます。こうすることによってさらにここのセンターのパーツを外してあげると、まあ、より、あと真ん中ですね、これも結構基部の部分でこう動いたりします。で後ろの部分も同じような感じで半分に割って根元で動くので、結構マント状態としては結構バラバラに、動かすことができると。でただこちら肩ですね、このロボット魂のマスターガンダムの肩に固定されているようなもんなので、結構重さにが腕にかかっちゃうので、まあ、時間が経ったらもしかしたらこうペターンとこうへたって下がってる可能性がありますが、まあそれはそれとして、まあかっこいいんじゃないでしょうか。こうやってここまで展開できるマントパーツって今までなかったので、オプションセットとしては非常に、面白い試みだったと思います。ただ希望としてはもうちょっとこの辺カチッって入る感じ、普通のピンじゃなくてあのちょっと、突起と言いますか、ちょっと、膨らみのあるような形でカチッと入ったら、ちょっと力を入れないと抜けないぐらいのレベルのやつでしっかりはまるような感じになってるとなお良かったかな。でさらにですね、一つのパーツ、このパーツ、これはですね、これをさらに展開するとここのところに穴がありまして、ここの部分にこうぶっ刺してあげると、この状態で、魂ステージでこういう感じで、スタンド状態をこうキープさせてあげるためのパーツとなっております。はい、一応こんな感じです。はい、では一応オプションパーツはこれで終わりとさせていただきまして、いつものこのコーナーです。 SICW のフォーム違い紹介コーナーですね。今回これということで、こちらルナジョーカーです。この姿もやはり見慣れた感じですね。前回はヒートトリガーですねだったんですけど、それよりもやっぱりテレビ放送一発目の時にやっぱりこの姿にもなってますんで、確かね、やっぱりこの黄色と黒のこのルナジョーカーのセット、これ結構見慣れてると思います。はい、一応後ろもこんな感じです。一応まだフォームはありますので、まだ続きます。では最後ちょっと出ていただきまして、一応オプションセットとしてはこんな感じでご紹介終了したいと思います。はい、一応次回ですね、次回は多分フィギュアーツかな、フィギュアーツかフィグマのどっちかのご紹介になるかなと思います。はい。それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。